ケファロニア島はイオニア海に所在するギリシャ領の島で地理的、行政的なイオニア諸島において最大の面積を持つ。島で最大の町はアルゴスとリ。ケファロニア島はイプシロンファイアルファラムダラムダニューヨタとも表記され、またケファリニア島とも表記される。古代ギリシア語ではケパレニア島と呼ばれた。イタリア語、英語ではいずれもケファロニア島と呼ばれた。この島の名のラテン文字転記には、セファローニア、サファラナイア、セファローニア、ケファリニア、ケファローニアなどがある。ギリシャ共和国西部、行政的なイオニア諸島地方の南部に所在する、イオニア諸島では最大の面積を持つ島である。中心地アルゴストリは、ケルキラから南南東へ約 170km、レフカダから南南西へ約 75km、パトラから西へ、約 110km、ザキントスから西北へ約 57km の距離にある。山がちな島で平地は全体の 15% ほどしかない。1000人以上の都市、集落は以下の通り。詳細はケファリニア県を参照。ケファリニア県はイオニア諸島地方に属する行政区である。カリクラティス改革によって旧ケファリニア県からイタキ島がイタキ県として分離したため、現在のケファリニア県は、ケファロニア市一市のみからなる。ケファロニア市は、イオニア諸島地方ケファリニア県に属する、基礎自治体である。ケファロニア島全体をその市域とする。現在のケファロニア市は、カリクラティス改革に伴い、アルゴストリ市をはじめとする、自治体が合併して発足した。旧自治体は、新自治体を構成する、行政区となっている。下表の番号は、下に掲げた、旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は、無印がディモス、印がキノテタの名を示す。第二次世界大戦中の1943年に、島に駐留するイタリア軍が降伏した際、ドイツ国防軍によって、将兵117人が虐殺される事件が発生した。事件は後に、コレリ大尉のマンドリンとして小説化され、2001年に同作映画の舞台となった。ありがとうございます。